アジア杯で3大会ぶり5度目の優勝を目指す日本代表は24日、一次リーグ第3戦でインドネシアと対戦する。21日はドーハ市内で調整した。イラクに悲劇の再現となる敗戦を喫してから2日、練習前には緊急ミーティングも実施され、再出発を図った。写真、サッカー日本代表練習、選手、 スタッフが集まったエンジンで話をする森安監督森安ジャパンに緊張が走った。約31年ぶりに喫したドーハの悲劇から2日練習前に異例のミーティングが実施された。約30分、従来はコーチ陣の話を聞くだけだが、この日は違う。選手間で意見をぶつけ合った。首相の MF 遠藤はリスク管理と攻撃の時に後ろ、DF ライン、 もう少し押し上げられればというところで意見を言った、と説明した。ロングボール主体で攻めてくるイラクに2失点した守備の修正を中心に語り合った。MF 伊藤は、やはり一個一個のところで少し気の緩みはあった、とメンタル面の指摘も忘れなかった。練習も空気は張り詰めた。試合前日の公式練習を除けば初めて冒頭15分以外はクローズされた。 D 組の1位突破は消滅し、決勝トーナメントは1回戦から競合との対戦が待つ。決勝まで中2日、中3日、中2日と日程も過酷さが増すため、インドネシア戦では今後を見据え、先発を入れ替える可能性も高い。小さくなかった、悲劇、の代償、思いの丈をぶつけ合い、再び頂点を目指す戦いに備えた。